水墨画の世界が広がる白川村。周囲は山々に囲まれ、冬は深い雪に閉ざされます。今ではほとんど見られなくなったかやぶきですが、ここには日本の原風景が残されています。この地方の建物は手のひらを合わせたような形をしていることから合掌造りと呼ばれています。合掌造りは雪の重みに耐え、夏の暑さにもしのぎやすく作られています。それにしてもこの地方のかやぶきは人が住むには大きすぎるように思われます。なぜこれほどの大きさとなったのでしょうか。江戸時代、養蚕業が起こり、雨と呼ばれる屋根裏は主に養蚕のために使われてきました。住居と仕事場が一体となり、大きいものでは5階建ての合掌造りも現れました。そのため葺き替えには数百人もの人手が必要で、村中が協力して役割を分担し、共同で屋根葺き作業を行いました。土地の人はそれを結衣と呼んでいます。人々の生活の変わりようを語っています。良くなってきとると思います。着るものでもやっぱり違うでね。昔は綿の入ったちゃんちゃんこ着て暖取ってたと思うけど、最近は食べ物もあるし、着るものもいろんなものがお金さえ出しは手に入る、ね。食生活のやっぱ変化大きいですか。大きいですよ。便利になったもの、都会の人と同じもの食べとると思うよ。昔の人は芋が雑炊食べてこういう立派な家を建てたと思う、ね。化学肥料もないからお米も取れませんしね。ということを聞いてます。木造の一般家屋は長くても数十年で建て替えとなります。築後400年を経過した合掌造りもあり、
今でも住まいとして生活が続けられています。木造にしてなぜこれほどの耐久性が可能となったのでしょうか。それは囲炉裏です。囲炉裏は暖を取り煮炊きをし、家族が集う食卓です。囲炉裏は一年中火が絶やされることはありませんでした。そこから出るすすは建物全体に行き渡り、柱や梁、そして蚊帳を腐食や害虫から守ってきました。それこそが建物を長持ちさせた立役者なのです。厳しい風土に適応した人々の知恵の結晶、それが合掌造りなのです。その昔、平家の内宇都がこの辺境の地白川郷に住み着いたと言われています。合掌造り民家を含めた集落全体の景観と農村に生きる人々の暮らしそのものによって1995年世界遺産に登録されました。今や高速道路も走り、広く海外からのお客様がここを訪れています。この山里の数百年という時の流れに思いを馳せます。